エマニュエル・フランソワ・ジョゼフ・ド・バビエールは、ルイ15世紀世下のフランスの貴族、高級軍人。バビエール伯爵、ビラセル・不公爵。シュバリエ・ド・バビエールと、通称された。バイエルン選帝校、マックス・エマニュエルとその愛称のアニエス・ルルシエの死生児として生まれた。父選定校は1695年11月20日に、彼をバイエルン騎士に助して認知した。 スペイン継承戦争中の1706年から1715年まで、北、フランスに避難していた父の亡命宮廷に招き寄せられ、着出鼓動用の扱いを受けて教育された。マルタ島、フィレンツェ、ローマへのグランドツアーに赴いている。エマニュエルは、バビエール伯爵に少女され、父の所領の一つ、ハーク伯領の国庫から拠出される40万リーブルの巨額の縁を与えられた。 また、スペイン継承戦争中の1707年2月、父からフランスの陸軍大佐の職を譲られた。1709年、第94不評連隊の連隊長に任命された。1719年、旅団長に昇進する。フランス王室により、西洋羽ね騎士団の騎士に助任されたほか、1723年には、スペイン王室からグランデの待遇を授けられた。 1725年4月4日付の遺言の中で、父選帝公はエマニュエルにバイエルン公国貴族としての紋章、そしてフランスへの帰化の承認を与えた。帰化措置は息子のフランス宮廷における地位をより強めることを目的としていた。エマニュエルは年額1万グルデンの家賃を払って、オルレアン公爵家下からサンクルージョを借り受けて住まいとした。 1740年、オーストリア継承戦争が勃発すると、外交官、テオドル・シャビニアールド・シャビニーと共に、フランス代表施設として、新生ローマ皇帝となった、イボアに、カール・アルブレヒトのミュンヘン宮廷に赴いた。1742年には、カール・アルブレヒト皇帝により、占領地のプラハソ督特に任命された。1743年から1745年まで、 フランス大使として、ウィーンのマリア・テレジア皇后の宮廷に赴いた。いた。1745年よりペロンヌ・ロア・モンディディエの知事に任命された。1747年7月2日、ラウフ・フェルトの戦いに従軍中、大砲の砲弾に被弾して戦死した。私生活では、ごく若い1710年頃に、今月後、ルヤンリの妹シャロレー姫、 ルイーズ・アンヌと恋人関係にあった。1725年、マリー・ルイーズ・ロザリー・フェリポーと最初の結婚をするが、死別する。1736年、エマニュエルは、イボ・アニの先定校、カール・アルブレヒトとその愛称マリア・カロリーネ・シャルロッテ、フォン・インゲンハイムの間の娘マリア・ヨーゼファ、カロリーネ・フォン・ホーエンフェルス伯爵夫人と再婚した。 命に当たる5歳との間には娘を一人設けた。マハウスル関連ナンバー17833マハウスル関連ナンバー17834マハウスル関連ナンバー17839ありがとうございます。